皆さんこんにちは、アビーレジェンド大林です。今回は肩トレ解説シリーズの最後ということで、おすすめの種目、各部位ごとのおすすめ種目とサンプルメニューというのをねご紹介させていただければと思います。まあ皆さんが一番知りたかったところですよね。何やったら効率よくでっかくなるねんっていうところですね。散々引っ張ってきましたけども、ここだけ知っておくのと、今まで私が解説してきた大事なことをしっかりね押さえた上で、あ、だからこの種目が大事なのね、この種目やったらいいのねって理解していただいた上でやるのとでは全然効率が違ってきます。筋肥大の効率が違ってきますので、ちょっとねお時間を取りまして、皆さんには我慢していただいてここまで解説をさせていただきました。ということでね、今回私が紹介させていただく種目はそんなにね奇をてらったような珍しい種目が出てくるわけではありません。基本種目ばっかりなんですけども、それだけ多くのボディービルダー競技者が、長年ずっとねやり込んですごい体を作ってきた種目でもありますので、やっぱり基本が大事なんだなっていうところですとかね、今やってたこういう種目これで良かったんだなっていうことを思いながらですね、ぜひ聞いていただければと思います。ではですね、まあ、また部位ごとにまずおすすめ種目からね解説をさせていただくんですけども、まずはねフロントデルトの方からおすすめ種目解説させていただきます。はい、フロントのね、おすすめ種目3種目あります。1種目目はミリタリープレスですね。バーベルで立位で行う、まあ、ショルダープレスです。やり方はね別の動画で解説してますので、ぜひそちらをご覧いただければと思うんですけども、もうね肩のプレスで一番ですねベースになる種目です。迷ったらもうこのミリタリープレスできるようにしといてくださいっていうぐらい大事な種目なので、ぜひねこれはできるようにしておいてください。そして、2種目目がアーノルドプレスですね。シュワちゃんですよ。アーノルド・シュワルツェネッガー氏がですね現役時代やっていたことでこの名前がつきました。実はアーノルド・シュワルツェネッガーめちゃくちゃすごいボディービルダーだったんですよ。映画俳優のイメージが強いですけども、俳優になる前はですね世界チャンピオンに何回もなっているすごいボディービルダーなんです。で、まあそのねアーノルド氏がやっていたアーノルドプレスですね。両手を自分の方に向けたところから手のひらを返しながら上げていくというバリエーションになります。まあこれも詳しいやり方はね別の動画で解説してますので、ぜひそちらをご覧ください。そして最後なんですけども、今度はフロントレイズ系の種目になるんですけども、インクラインフロントレイズですね。インクラインベンチに仰向けに寝た姿勢でフロントレイズやるんですけども、これがですねめちゃくちゃきついです。見た目に反してめちゃくちゃしんどいです。そしてフロントデルトにもうめちゃくちゃ効きます。普通にプレスをやってるとサイドにばっか入ってしまってフロントに効かないっていう方はもうこれめちゃくちゃおすすめです。ぜひやってみてください。ただ非常に負荷が強いので軽めの重量から様子を見てやっていただくのをおすすめします。詳しいやり方はまた別の動画で解説をしてますので、ぜひご覧ください。次サイドなんですけども、これはね、まあ、2種目挙げさせていただきます。まあちょっと少なめですね。まあレイズ系の種目になるので、まあ1つ目はやっぱりサイドレイズですね。一番一般的なサイドレイズやっていただくのが、まあ、やっぱり基本になるかなと思います。まあこれもね効率よく効かせるやり方っていうのは別の動画で、紹介してますので、そちらをね参考にしてみてください。そして2種目目がインクラインサイドレイズですね。これもインクラインベンチに横向きに寝た状態でサイドレイズをやっていただくことで、普通のサイドレイズではね負荷が乗らないですねウェイトを下ろしきるところでしっかりですね三角筋チューブに刺激を与えてくれる非常にいい種目ですので、ぜひぜひねやり込んでみてください。最後リアデルトに行きます。リアデルトのおすすめ1種目目はリアデルトローですね。よくジムに置いてあるローイングマシーンですね。基本的には背中の種目なんですけども、フォームをちょっと工夫することで実はですね三角筋後部リアデルトに効かせることができます。そしてこのねリアデルトローっていうのはリアレイズ系の種目に比べてしっかり高重量で負荷をかけることができる、それでいて怪我のリスクも少なくできるということで、リアをね
効率よく筋肥大させていくのに非常に重要な種目になっていきます。なのでね、ぜひこのリアデルトロをやってみてください。そして2種目目なんですけども、今度はリアシュラックという種目ですね。シュラックというと、まあダンベルとかバーベル持ってね、こう僧帽筋上部を鍛える種目だとね思ってらっしゃる方多いと思うんですけども、これをねスミスマシーンとか、まあバーベルでもいいんですけども、自分のね体の後ろでバーを持ってシュラックやっていただくと、これねものすごいね三角筋効果に効きます。それでいてこれもリアデルトローと同じように高重量で関節への負担を減らしながら三角筋後部に強い刺激を加えることができるので、筋肥大にものすごいおすすめです。ぜひねやってみてください。3種目目がパウェルレイズですね。ベンチまたは床に横に寝ていただいて片手でリアレイズをやっていただくトレーニングになります。これもね詳しいやり方は別の動画で解説してますけども、実はこのパウェルレイズもアーノルド・シュワルツェネッガー氏が現役時代ですねよくやっていた種目なんですね。なので今ねあんまりジムでしっかりやってる方ってほとんどいらっしゃらないんですけど、実はねその昔からある伝統的な非常にいい種目です。このパウェルレイズっていうのはウエイトを下ろしたところですね、しっかり三角筋後部がストレッチされたところで非常に強い刺激を加えることができるということと、片手で動かすので菱形筋とか僧帽筋チューブの関与を減らしてより効率よくですねダイレクトに三角筋後部リアデルトに刺激を加えることができるので非常にいい種目です。ただしこれは結構怪我のリスクが大きいので本当に軽めの重量から様子を見ながらやってみてください。でもう多めのレップ数ですね、12レップから15レップ慣れてくるまでは20レップぐらいでセットを組んでもいいぐらいです。それぐらい慎重にやるようにしてみてください。ということでね、それぞれですね2種目から3種目おすすめのメニューを紹介させていただきましたけども、サンプルメニューとしてはこれらの種目を組み合わせて各部位集中的に追い込んで次の部位っていくよりは交互にやっていくのをおすすめします。具体的に言うと、例えば1種目目にリアの種目リアデルトローをやります。2種目目にじゃあフロント、今度はミリタリープレスやります。3種目目に今度はリアシュラックやります。そしたら次4種目目にサイドレイズやります。5種目目にじゃあ今度はフロントアーノルドプレスやって、6種目目にリアパウェルレイズ、7種目目にフロントインクラインフロントレイズやって、で最後インクラインサイドレイズで締めというような感じで、普通はね一つの部位に種目を集中させて、例えばリアデルトロー、リアシュラック、パウェルレイズ3種目連続でやってリアデルトを追い込んで、それからサイドレイズとインクラインサイドレイズやってサイドを追い込んで、最後フロントインクラインフロントレイズで追い込んで締めるみたいな感じで、まあ各部位ごとにね種目を集中させて追い込むっていうやり方が多いかなとは思うんですけども、この種目をね分散させてリアフロントリアフロントサイドリアフロントサイドっていう形で部位を分散させながら交互にね代わり番号でやっていくことによって、他の種目をやってる時に休めるんですよね。最初にリアデルトローやります、フロントデルトの種目をやってる間にリアの筋肉を休めることができるので、それだけねリアの2種目目リアシュラックやるときにより高重量でできるようになるんですよ。やっぱりね高重量でやる、重量を伸ばしていくっていうのは効率のいい筋肥大におすすめのやり方ですので、これが一番いいかと言われると、まあそれも個人差があるので、必ずしもねこれでやんないとダメだとかこれが一番効率的だっていうわけではないんですけども、一つのねやり方として、私はねこのやり方がいいんじゃないかなと、ぜひ一度試してほしいなということで、サンプルメニューということで紹介をさせていただきました。ぜひ参考にしてみてください。はい、ということでね、ここまで、肩トレシリーズ何本かの動画に分けてね解説をさせていただきました。これでも本当に基本的なことばかりですので、もっとね詳しい内容が知りたい方なんかはぜひコメントよろしくお願いします。この動画が良かった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そして B レジェンド公式 LINE でお得な情報も配信してますので、概要欄のリンクをタップ、クリックしていただいて登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。